ったら蹴りをスピーディーに蹴るか、蹴りのスピードがない人、解決のヒントになる。強く蹴るんだったらこれ、速く蹴るんだったら、はい、こんにちは、格闘技研究家の土屋です。はい、どうもこんにちは、会員の高野です。高野さん、格闘家で一番憧れてる選手は誰ですか？たくさんいますけど、今ふっと浮かんできたのはペトロシアン選手。ペトロシアン選手、はい、テバカード選手じゃない？あ、バカード、あ、そっかって何？そのために入会したじゃないの？あ、そのために。そっかって何？この間ね、ブアカオ選手とセンチャイ選手、伝説の試合、私も解説したので、ぜひ見ていただきたいんですけど、やっぱりね、スタイルが違うんだよね、二人と。今日ね、ちょっとテーマがありまして、どうやったら蹴りをスピーディーにいけるかっていうテーマでちょっとやっていきたいんですけど、スピードで言ったらね、センチャイって感じだよね。スピードで言ったら。で、なんでかなって思った時に、コツがありましてね。スピードを上げる蹴り方のテクニックが、センチャイ選手の試合には現れていて、私が噛み砕いて今回説明できたら、噛み砕いてっていうかもう、これやれで済むんだけど。蹴りのスピードがない人、先にカットされちゃうとか、見切られちゃうとかで困ってる人とか、パンチはいけるんだけど、噛み合わせが悪いっていう人。蹴りだけになっちゃうとかね、パンチと組み合わせられないとか、いう人は、ちょっとこう、解決のヒントになると思いますので、ぜひ最後まで見てください。解説コーナー、いきましょうか。レッツゴー。はい、じゃあね、解説コーナーということで、やっていきたいと思うんですけど、その前にね、このパーカーなんだこれって思う人いると思うんですが、多分前回の動画でも説明したんですけど、なんか謎に届きました。何者かというか、怒らしい誰かがくれました。企業からなのか個人なのかわからないので、まあ、詳細知ってる方いたら、あ、これ TikTok がくれるんだよとか、もしかしたらその匿名の誰かがくれたのかわかんないんですけど、くれた人とか、ちょっとコメントというかなんかください。どう喜んでいいかがわからんということで。はい。ではね、実践いきたいと思うんですが、まず、スピードが乗らない蹴り方っていうのをちょっとやっていきたいんですけど、まあ、普通にパンチするってなると、ある程度ね、このスタンスを広くしないといけないと思いますね。あとは、ちょっと曲げていかないと、マイステップで、パンチ打てないと思うんですけど、この後の蹴りって、意外とスピード乗りにくいと思うんですよね。例えば、どういうことかっていうと、ワンツーです。この後に蹴りづらくないですかって結構質問来るんですよ。事務生からも来るし、外からも来るんですけど、確かにワンツーからローとか、まあ、ローだったらまだいいんですけど、ミドル、ハイ、結構蹴りづらいと思うんですよ。例えば、ワンツーローだとしたら、なんか、ぼやけちゃうっていうか、スピードが乗らない。パン、パン。こんな感じになっちゃいます。でも、左だと乗ります。左だと、乗ります。結構言われるんですけど、これ何なのかっていうと、おそらく左の場合は無意識に後ろの足寄せてるんですよ。こうやってだから早く蹴れる。で、特にやっぱフックからの下段って多分めっちゃ蹴りやすいと思うから、みんなフックから蹴ってると思いますし、フックから蹴って言われてると思うんですね。例えばこうやってます、まあ、こうやってね、これは多分フックの時にずらしてるんで、足をパタン、でそこから蹴ってるから速いっていうので、どういう現象かっていうと、足を寄せてるんですよ。うちのチャンネル見てる人、また寄せかよ、やった、寄せの話来た。両極端に分かれると思いますけど、寄せですよ。寄せが大事なんですよ。ただこの寄せ方が今までと違っていて、センチャイ選手流、いわゆるスピードの乗った蹴りを放つムエタイ選手流だとしたら、ここまでってよりここまでいっちゃう。ここからここまでってよりここまでいっちゃった方が蹴りやすい。なんならもう前の足超えちゃう方がやっぱスピード乗りやすいんですね。その代わりやっぱ威力は前に行けば行くほど減るんですけど、間違いなくスピード乗るんで、だから私が結構最近は自分の中で誰にも言ってないんけど推奨してるのは、前に出してもいいからすっごい寄せる方がつなげはすごいやりやすい。どういうことかっていうと、ワンツーからのミドルでちょっとやってみたいと思いますね。で、寄せないパターンでいきます。こんな感じになっちゃいますね。で、寄せるパターンでいきます。こんな感じになりますね。まあ、今自分が感じたのは、後ろに奥足がある状態だとすごい蹴り込みづらい、蹴り込みづらいのと、で、着弾までが遠いので遅れちゃうんですよ。あと蹴った後のタイミングが難しいというか、こうグッてこう引き寄せるタイミングが取りづらいので、結構難易度が上がっちゃうというか、ね、気持ち悪いなって思いますね。逆にワンツーはワンツーで打って、十分寄せてから、すぐ足先で蹴るように。まあ、前足の
ノーモーションミドルみたいに蹴ると、まあ、ワンツーもちゃんと打てるし、蹴りは蹴りでパンすぐに着弾して戻しもすぐタイミングが分かりやすいのでバランスもいいですし、コンビネーションとして結構成立してるなって思いましたね。まあじゃあ実際単発でちょっとやってみましょうか。僕はこういう状態ね。ここからだと、まあ、こんな感じになるね。こんな感じ、うん、じゃあ今度は少し動いて足ちゃんと整えてからやるパターン。まあこんな感じです。まあ、よくね、センチャイ選手で動きでよく見る動きだと思うんですけど、ここから一回、スッとこう、ジャンプするんですね。今はちょっと歩いた感じでしたけど、上手い選手だと、ちょっとこう、ジャンプする。ジャンプしてる最中に、足を気をつけしちゃって、そこから蹴ると。こういう感じね。で、これだと、タイまでがめちゃめちゃ蹴りやすい。その代わり、強い蹴りが蹴れないってわけじゃないんですけど、ムエタイ蹴りのすねで押すような蹴りは蹴れないので、この状態でパワフルな蹴り蹴れって言ったらちょっと難しいんですよ。パワフルな蹴りだったらここからこうゴリンってゴリンってだからあるんですけど、押すにはやっぱちょっと距離が必要なんで、どっちかというと足先で蹴るっていうんですね。前足になった状態でこう蹴るみたいなイメージなんですけど、当てるところもすねっていうよりはどっちかというと足先なので、これを使うんだったらミドルってよりはタイの方がいいのかなと思いますね。ミドルだとやっぱ圧は足りないし、足先で蹴ると肘とかにも当たりやすいんで、だからミドルってよりハイ、センチャイ選手ももうハイしか蹴れないと思いますけど、そういうイメージで、ヤローキックも足先で蹴る蹴りなんで、効かせるっていうよりはフェイントだったりコンビネーションで使う、そういうイメージの蹴りにはなりますけど、こうスッてスッて蹴ったり、こんな感じで、スッと、左足ちょっとあんまり練習してないんではあれですけど、こういう強く蹴るんだったら、こういう距離が必要、速く蹴るんだったら、寄せてから、揃った状態でスタート、すごい蹴りやすいですね。じゃあ、応用編ですね、上級者がやる、これを応用してどういう技につなげるか、ストレートから打つ。ハイキックをメインにするときは、一回あの相手のガードの中央をストレートで刺してから、はい、やった方が見えないですし、強力なんで、まあ、ワンツーでもいいんですけど、ノーモーションのストレート、この移動しながら、パンって刺しといて、はいにつなげる方が有効なので、これを左右できるといいと思います。じゃあまず右からいきますね。オーソドックスの状態で、後ろ足で蹴ると。この状態で、と。まずはこのノーモーションのロケットパンチみたいなスーパーマンパンチを覚える。ポン。で、この状態で寄せる。ポン。寄せて、ポン。ポン。実際見ましょう、相手。相手見て、ずらして、パン。まあこんな感じですね。センチャイ選手はここから膝行ったりとか中段と上段分けたりとかしてました。ここからの下段は絶対ないんですけど、上段がダメだったら中段、中段がダメだったら上段、まあ、この2択で結構翻弄したり維持やったりとか、はいだけでも見破られちゃうんで他の工夫が必要ですけど、あとは左ですね。ここからちょっと今度は足変えて、うまく足変えてね、スイッチしたらバレちゃうと思うんで、まあ、歩きながらこう足変えて、今度はこっちですね、こっちの足で、でセンチャイ選手っていうよりは、アラゾフ選手が結構やるかな、これ。足を揃ってというか、どっちのスタイルか判断を狂わせておいて、で、こう、まあ、パーンって突っ込んで、うん。結構これもね、できる人はめちゃめちゃ強くて、誰でも入ります、これ。私はあんま読めないんだけど、入る自信があります。出会う自信があります。基本的に、オーソドックスでいてから、ってな感じで、まあ、両方ノーモーションストレートからタイまでが強力かつスピーディーにつなげられるととてもいいと思います。今のスピードよりはるかにできる人は早いと思うので、まあ、実戦で余裕でできるようになるまで繰り返しね、サンドバッグでおよびスパーリングとかでやりまくるといいと思います。最後実戦コーナーということで、撮影係やってる高野さんとムエタイ流のマススパレンチュンっていうのをちょっとやってみたいと思います。行きましょう。はい、じゃあね、実践コーナーです。まあ、ムエタイ流のマススパーリング、まあ、レンチュンってことでね。実際は、ノーボーグというか、
で膝当てとかレガースつけないでね実際にはやってるみたいなんですけど、私たち小心者でねそんな技術ないのでまあちょっとレガースぐらいはつけさせてくれてるんで、ね、やってみたいと思います。パンチはねなしというか、まあフェイントだけ打ってる風で、基本はもう蹴りだけのマスマスって感じで、はい、いきます。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたか？昨日一発もらっちゃったんで。聞いた。聞いてはいないですけど、言いづらい蹴りだったなっていう、はい。寄せてるのが分かる。そうですね、はい。で寄せてるからすごい、どっちから来るか分かんないでしょ。そうなんですよね。しかもやっぱ早かったから、反応もやっぱ遅れちゃったりするんですよね。軽いマススパーリングのことなんですけど、軽く蹴るのに特化してるテクニックなんで、うん、強くは蹴れない。まあ、あれ以上蹴れるけど、あのぐらいのマスからライトぐらいにすごい特化してる動きになってて、これ極めるともっと強く蹴れるんだろうけど、うん、パンチとかと組み合わせて、ノーモーションのさ、はい、ストレートから見えない人いる。そうですね。そうそう。パンチと組み合わせることで力を発揮するのかな。うん、あとは、寄せをすごい意識してるから、どっちの足でも早く蹴れるんですよ。逆に言うとどっしり構えちゃうとそういうことはできないので、本当にムエタイとか足だけの攻防にはすごい特化していくかなと思いますので、普段よりちょっと寄せる意識でやってみるとやりやすいかなと思いますね。まあ、あとはその攻防の切り返しだよね。そうですね、はい、切り返しにうまく差し込めるように前蹴りもしくはミドルの後とかいう方ですので、闇雲にやるっていうよりは私がやったようなやり方でやってみるという方ですので、ということでね、この動画参考になりましたらグッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。さよなら。さよなら。